スピリッツドアラチャンネル名古屋ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦中日ドラゴンズ対阪神タイガースの8回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。まずはドラゴンズの先発三つ間が名古屋ドームのマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。引っ張った、打球はライトへ、ライトが取りました。バッターは2番に入っている近本、昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。改めてお聞きします、この近本バッターとしては打ちました、セカンドが取る、アウト、スタンドのファンからも歓声が届きます。いいプレーが出ました、ファインプレーです。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いや、バッターはね、運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。クリーンナップが登場します。バッター糸井、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。この回の三つ間、早くもツーアウト、まだ3球しか投げていません。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。ファウルになります。外へのボールは入りません。改めてお聞きしますが、バッターの糸井、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね。いや、 やはりね、気が抜けないというのはね、ピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうですよね、いやらしいバッティングができるかどうか注目しましょう。平田が打席に入ります。昨日はマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、ちょっと手が出ないですよね。インローのストレート、力のあるボールです。インコースへ大きく外れます。さあ4球目は何か、打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている大島。
才木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、ファウルになります。これが3球目。いいボールですね。はい、外のストレートがストライク、ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。セカンドの右抜ける、一塁蹴って二塁に向かう。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には阿部が入ります。さあ、先制のチャンスです。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの阿部、今シーズン得点圏での打率は3割4分3厘となっています。いやー、かなり打ってますよね。さすがクリーンナップといった感じですよね。ここも期待に応えてくれるでしょうね。はい、期待しましょう。打ちました。弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました。2アウトです。さあ、そしてバッターボックスには福田が入っています。さあ、2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。インコース詰まりました。ボーアが抑えて3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回の表、タイガースの攻撃、バッターボックスは4番ボーア。2試合当たりが出ていません。さて、ドラゴンズの先発は三嶋。ここまで5試合に登板して3勝1敗という成績。前回の登板は7イニング投げて勝ち投手になっています。高めギリギリです。あっという間に2ストライクです。目はボール、ここは落としてきました。さあ、仕留められるか。落ちるボールは、これは外れています。3ボール2ストライクです。さあ、これで決まるのか。インコース打ちました。いい当たり、これはどうだ、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順は5番サンズ。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、中途半端なバッティングで閉鎖、打ちました。痛烈、わずかに左に切れました。ファールボール、高めに大きく外れています。
次が4球目、これもファウル。引っ張った、福田、二塁へ、二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。6番バッター北条、タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。引っ張った、三遊間抜ける、ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている糸原、2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、これが2球目。いいボールですね。アウトコースのストレート、力があります。外の球外れています。4球目は何で来るか、低め、5球目は何で来るか、インサイド、弾き返した打球は右中間へ、平田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。0対0、同点です。2回の裏になります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには5番ビシエド。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。インサイド落ちました、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは6番アルモンテ、まずはワンアウトを取っています。マウンド上才木、そしてキャッチャーは原口。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。初球打ち、これはどうか、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている京田、ツーアウトランナーありません。この回のドラゴンズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、さあまず1球目、際どいコースに送ってストライク、スピードボールを持っています。落ちる球、さあ3球目は何か、打ちました、打球は左中間へ、近本が抑えて3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回の裏0対0、同点です。3回に入りますタイガースの攻撃、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている原口。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。初球打ち、ここはフライになっています。阿部が抑えています。ワンアウト、
次はピッチャーの打順ですが、先発の才木がバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。初球ストライク。痛烈、切れていきます。ファウル。低め見送っています。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。ライトの前、あっという間にライトへ。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには木浪。まあ送ってくるかもしれませんね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ここはゲッツー体制の2球目打ちました。阿部セカンド送球、セカンドフォースアウト。バッターボックスは2番近本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。ボール先行です。次が3球目、高め空振りです。これが4球目、変化球が高めに抜けます。変化球タイミング合いません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。これが6球目、引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。0対0同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。さあ2球目は何か、低めはこれは入っていました。ノーボールツーストライクです。3球目は何で来るか、よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。インコース、これは外れます。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の三嶋が打席に入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。
最初は変化球できました。抑えの効いたいいボールですよね。はい、外のストレートがストライク。スライダー外れます。打ちました。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。打順は1番に帰ります。バッター平田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球打ち取ってスリーアウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。3回終わって0対0同点です。4回に入っていきます。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは糸井、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。落ちるボール空振り、ノーボールツーストライク。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには4番ボーア。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。三間、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボールになります。まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。引っ張った、ファーストが取る、アウト、ツーアウト。5番バッターサンズ、先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。初球はボールになりました。スライダー決まります。ボールになります。さあ4球目は何か。高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー1塁。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターは6番北条。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。これはどうか、破りました、センター前。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。
さあドラゴンズ先制のピンチを迎えています。ここも冷静にいってほしいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の三嶋、どういったピッチングを見せるのか。まずは変化球から入りました。さてバッターボックスの糸原、どういうバッターなんでしょうか。まあ、内野の頭を越えるようなクリーンヒットを狙う。ジャストミート抜けた、セカンドランナー帰れば先制、ホームへ、センター前ヒット、これで3連打。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。さあそして打席には原口が入ります。さあなおもピンチの場面で満塁となっています。変化球打った、高いバウンド、セカンド取った、一塁アウト、これでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターボックス大島、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。赤星さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。やはり1点を先にどうやって取るかという意味でも、とにかくどうやって塁に出るか、どのボールを狙うのかを考えていると思いますね。そんなバッティングができるんでしょうか。ボールになります。ストライクが入りません。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。3番バッター阿部、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。これはどうだ、おっと取った、一塁へ、これで6試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。4番バッター福田、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うので、インサイド落ちました。これで10試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁、厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。バッターボックスは5番ビシエド、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあドラゴンズ先制のチャンスを迎えています。バッターのビシエド、今シーズンの得点圏打率は3割1分1厘となっています。さすがクリーンアップだけあっていい数字ですよね。ええ、ここも勝負強さを発揮してくれると思いますね。ああそうですか。インコースの変化球見ています。これが3球目、セカンドうまくさばいて二塁送球、二塁アウト、2
2アウトランナー3塁1塁となりました。アウトカウントは増やしたくはなかったですね、まあ、まだチャンスは続いていますのでしっかり点に結びつけていきたいですね、そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには6番のアルモンテが入っています。ストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。よく見極めましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。152キロ。手が出ません。三振。ここはチャンスをものにすることができませんでした。先制点かと思われたのですが最後は三振に倒れました。もったいないですよね。ドラゴンズ2者残塁です。ため息に包まれた名古屋ドーム、4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。先発の才木がバッターボックスに入ります。相手はピッチャーなのでそう何本も打たれるわけにはいきませんよね。そうですね。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インコース思わずバットが出ました。あっという間に2ストライクです。この球は落としましたが決まりません。次が4球目ボールになります。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰って木浪。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。三間、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが三間、そしてタイガースが才木、この2人の投げ合いとなっています。次が2球目、高めのボールに手が出ました。ノーボール2ストライクです。一気にライトへ、一二塁間を破る。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは近本、まあ、状況的にはエンドランも考えられますね。さあランナーをどう生かしてくるか。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。近本ヒットが出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターも積極的に打ってきます。ここは初球を狙われた形になりました。バッターボックスは3番糸井。ドラゴンズ連打でランナーを増やしています。さあ一打出れば先制という場面。まずは見送ります。ワンボール。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。さあ3球目は何か。さあ追い込まれてしまいました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。なるほど、そうですか。外に来ましたか。ならば次がインコースですね。はい、
これで2ボール2ストライクになりました。次は何を待つんでしょうか。これは見送ってボール、フルカウントになります。しっかり捉えた、掴んで2アウト。2アウトランナー2塁1塁と変わっています。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。さあこの場面でバッターボックスには4番の、初球打った、これは大きい、センターの頭上を越えた、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、タイガース先に点を取りました。1対0、ドラゴンズなおも三塁一塁のピンチ。ここで先制点を奪われてしまいました。タイムリーで先制点を奪われています。ここまでで踏みとどまりたいですよね。これも初球打ち、これは大きいぞ、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガースついに均衡を破りました。1対0、タイガース先制です。赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球のキレも分かってきたと思いますから、ここからですよね。そうですね、バッターの奮起に期待したいところです。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。落ちる球、見逃してストライクです。ワンボールツーストライク。見送っています。ボール、ボールになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。ここはもちろん際どいところも打っていかなければいけませんが、ボール球には手を出さないように気をつけたいですね。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。いや、そうですね、これはね、チャンスですよ。はい、そうですよね。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。ランナースタート、キャッチャー送球して、ナイスセーフ、盗塁成功。チリ盗塁を決めてきました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これで追いつく可能性がぐっと高まりましたよね。ストレート打った、取った、一塁送球、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあ打席には先発の三つ間が入ります。まあベンチとしても今日の調子ならまだ活かせるということでしょう。そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。走ってきた、スクイズしてきた、あっとフライになった。しかしこれはファウル、これは見送ってボール。前にボールを飛ばせません。せめて外野フライを打ちたかったですけどね。ランナー三塁はそのままです。際どいコースですが外れました。ワンボールです。
った、掴んだ、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。5回終わって1対0、タイガースが1点をリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏チャンスの場面、ここは打ち上げてしまいました。先制のチャンスを逃します。4回の表ピンチの場面だったんですが、ここはしのぎます。なかなかゲームが動きません。裏の攻撃、得点圏にランナーを置いて、最後はこのボールで三振を奪われました。なかなかゲームが動きません。5回、先制のランナーを置いて迎えるは4番ボーア。その初球をしっかり弾き返します。ドラゴンズ先手を取られます。その裏、このチャンスの場面、しかしここは内野ゴロ、同点のチャンスを逃します。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。名古屋ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、打席には6番バッター北条。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える6回です。これは手が出ないか。次が3球目、空振り、ワンボールツーストライクです。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。打席には7番バッター糸原。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。三つ間、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さてこのところのタイガースですが、ここまで2連敗、連敗は避けたいところでしょう。ボールになります。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックスは8番原口。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。この回タイガース三者凡退です。1対0、タイガースが1点をリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、追いかけるドラゴンズの攻撃、打順は2番大島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。大きく外れました。ボール先行です。
入りました。149キロ。4球目は何で来るか。打った、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。うん、そうですよね、完璧に捉えましたからね。さあドラゴンズ同点のチャンスを迎えています。今のうちにまずは振り出しに戻しておくことが大事ですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには阿部が入っています。初球手を出していきましたがバットには当たりません。インサイド打った、セカンドが抑えた、一塁送球、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。ランナー進みましたからとりあえず最低限の仕事はしましたよね。さあそしてこのチャンスで打席には4番の福田が入っています。バッターボックスの福田、今シーズン得点圏での打率は4割ちょうどとなっています。素晴らしい数字ですね。さすが4番バッターですよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰っていきました。ドラゴンズ追いつきました。1対1、試合を振り出しに戻しました。さあ同点にしたシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。試合は振り出しに戻っています。バッターボックスビシエド、ドラゴンズこの回同点に成功、攻撃は続いています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、やはりつなぐ意識が生んだタイムリーだったと思いますね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目は何で来るか。3球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。サンズが掴んでツーアウト。打順は6番アルモンテ。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが最後は見逃し三振に倒れています。ツーアウトになっています。バッター有利なカウントになりました。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。才木が掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。6回終わって1対1、ドラゴンズ同点に追いつきました。先発の才木がバッターボックスです。調子は悪くなさそうですが代打を送って攻めていくべきじゃないでしょうかね。そうですね。これが1球目、初球ストライク。低めに落としました。空振りです。ノーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。
まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター木浪、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。三嶋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。いや、球にね、力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。低め外れました。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。素晴らしいプレーが飛び出しました。西さん、今のプレーいかがですか。バッターは悔しいでしょうね。見事なスライディングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、いい守備見せましたね。ナイスプレーですね。バッターボックスには2番近本。まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが振れてると思いますよ。期待しましょう。ツーアウトになっています。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。高く上がった。さあどうだ。右中間真ん中破りました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー2塁。厳しいコースには行ったんですが、うまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。さあ、そしてバッターボックスには糸井が入って、ここで申告敬遠を選択。バッターは一塁に向かいます。勝負を避けました。さあ、ここは警戒です。先ほどのタイムリーの結果をチャートで振り返っておきましょう。これが初球。まず際どいコースをついてきました。これが2球目。いい当たり、ぐんぐん伸びる、入った、ホームラン。フォーアップ、さすが4番の一振り。今シーズン第6号の勝ち越しスリーランホームラン。これで今日4打点。ドラゴンズ勝ち越しを許します。4対1。やはりこういう場面で打てるのが主軸なんですよね。そうですね。もちろん警戒はしていたんですけど、ここで勝ち越しホームランを打たれています。この終盤で一気にリードを奪われてしまいました。バッターは5番サンズ。ドラゴンズこの回勝ち越しを許しています。西さん、先ほどはいい形で得点が入りましたね。打ちました。強打。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。4対1、タイガースが勝ち越しに成功しています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。赤星さん、残りの回を考えるとこの辺りで点を取っておきたいところですよね。もちろんそうですね。とにかく早く1点でも返したいと思ってますよね。はい、その1点が入る。引っ張った、よく取った、アウト。ファインプレー。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。文句ないプレーですね。8番バッター加藤、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。いいところだったんで打ちたかったですけどね。切り替えてここで結果を出したいですね。そうですね。才木、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、2球目は何か。インコース決めました。あっという間に2ストライクです。
これが3球目。3球目外れました。これが4球目。打ちました。これはどうか。取りました。アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の石川。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。ファウルになります。次が2球目。2球目打ちました。この当たりはどうか。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって4対1、タイガースがリードしています。これから8回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。福がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドを任されたのは福、今シーズン9試合目の登板です。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。インサイド打ち上げました。高い打球右中間へ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。打順は7番糸原。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。入れました。ファールボール。打ちました。痛烈、三遊間抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには原口。一応エンドランなんかも警戒しておいた方がいいですよね。ええ、さあ仕掛けてくるでしょうか。まあ、向こうは閉鎖を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。さあ3球目は何か。痛烈、ショートの横抜けた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3試合。バッターボックスには代打のマルテ。ここはバッターも当然大きいのを狙っているんでしょう。最低でも犠牲フライは欲しい場面ですよね。初球ストライク。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。そのようですね。うちのボール打っていった。高い打球になった。切れました。ファウルボール。空振り三振。ここは投げ勝ちました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。ランナー三塁二塁は変わりません。さあ初球は何か。変化球振っていきます。この球は外れました。低めを2球続けました。見送っています。ボール。打ち上げました。レフトの前でワンバウンド落ちました。サードランナーホームイン。
タイガース追加点、5対1ドラゴンズ。さらに三塁一塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。さあ、そして打席には近本が入ります。さあ、なおもピンチの場面。ボールゾーン振ってストライク。2球目は何で来るか。低め見ました。ボールです。外の低めにバットが出ます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。この打球は落ちそうだ。アルモンテが掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。5対1、タイガースのリード広がっています。8回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。島本が2番手としてマウンドに上がります。さあ、マウンドに上がったのは島本、今シーズン10試合目の登板です。さあ、赤星さん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。インサイド弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました。バッターは2番大島、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。これが2球目、切れていきます。ファウル、低め見送っています。よく見ています。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁です。さあ、1塁ランナーを返したいこの場面、バッターは阿部、そして塁上には大島。インサイド三遊間抜ける、これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁1塁。タイガース、ここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは岩崎。さあ、そしてバッターボックスには福田が入っています。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。この場面でどこまで詰めていけるか重要な。打ちました。あっと、強い当たり弾いた。ボールを拾って一塁へ、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。進塁打になりましたね。さあ、このチャンスでバッターボックスには5番のビシエドが入っています。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、サードランナーホームイン、1点返しました。ドラゴンズ、レフト前へのタイムリーヒット、5対2になりました。ドラゴンズ3点差になりました。ここで期待に応えました。点差を縮めます。本当に粘り強いバッティングしますよね。ここで得点が入りました。さあ、そして打席にはアルモンテが入ります。さあ、チャンスが続きます。もう終盤ですから、このチャンスで差を詰められるところまで詰めておきたいですね。なるほど、そうですね。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。ストライクです。
次が3球目。ジャストミート、大きいぞ。レフトの頭上を越えた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。中継にボールが送られる。バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズ1点返しました。5対3。さらに三塁二塁のチャンスが続きます。ここで期待に応えました。点差を縮めます。うん、こういう状況でも粘り強いバッティングしますからね。これで2点差へと迫りました。ここは続けていきたいですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には7番の京田が入っています。サード掴んでスリーアウト。なんとか同点のピンチをしのぎました。さあ、ご覧ください。先ほどのプレーになります。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。8回終わって5対3。ドラゴンズが追い上げを見せています。9回の表です。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。糸井がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は敬遠です。ドラゴンズビハインドで迎える最終回です。インコース低めの球、ノーボール2ストライクです。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、そうですか。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックスには代打の大山。福、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。阿部、ツーアウトになりました。打席には5番バッターサンズ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球わずかに外れてボール。さあ、2球目は何か。インサイド落ちました。ファウルになります。またファウル。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。ショートに任せます。強打が抑えてスリーアウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。5対3。タイガースがリードしています。最終回ドラゴンズの攻撃です。そしてタイガースがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。ピッチャー4番サード大山背番号3。さあ、赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ、厳しい展開であることに変わりはないんですけど、なんとか巻き返してもらいたいですね。そうですね、なんとか反撃したいところ。いいまっすぐですよね。はい、アウトコース空振りストライク。ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには代打の遠藤。西さん、この辺りで追いつきたいですよね。流れを取り戻したいですね。そうですね。さあ、まずはランナーを返すことに集中したいところ。初球から際どいコースをついてきます。
ました。さあ、そしてバッターボックスには平田が入っています。さあ、チャンスが続きます。もうここで詰めておかないと厳しくなってきますんで、ここもしっかりつないで得点してほしいですね。なるほど、そうですよね。見送ってまずはストライクです。次が2球目、センターへ。さあ、サードランナーはどうする。サードランナータッチアップ、サードランナーがホームに帰っていきました。平田きっちりと犠牲フライを決めました。1点差に詰め寄ります。ご覧いただきましょう。まだまだ諦めていません。犠牲フライで得点を入れています。厳しい展開には変わりないんですけど、諦めないでほしいですね。この犠牲フライで1点を返しています。打席には2番バッター大島。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。牽制、一塁はセーフ。3球目は何で来るか。落ちるボール、ワンボールツーストライク。内へズバッと投げ込んできました。レフト前ヒット、これで3打席連続のヒット。ここは綺麗に流していきました。いや、ここはね、うまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたね。さあ、ドラゴンズ1打同点のチャンスです。まあ、タイガースとしてはいい打順に回ってきてますから、ここで得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。まあ、彼はこういう劣勢の場面でもきっちり仕事をするタイプなんで、打ってくれそうな気がしますよね。はい。さあ、このチャンスをどうものにしていくのか。三遊間ホームに送球する、レフト前ヒット、これで3安打猛打賞。ここはうまく打ち返していきました。いや、本当にうまく反応しましたよね。さあ、ここでドラゴンズ代走を送ります。高松がファーストランナーに入ります。よくチャンスを広げてくれましたね。さあ、このチャンスでバッターボックスには4番の福田が入っています。変化球を見極めます。際どい球、わずかに外れています。これが3球目、際どいところへ決めてきます。5対5、なおも満塁のチャンス。ご覧いただきましょう。この大事な場面で貴重な同点打を放ちました。いい流れが出てますよね。試合はこの後どんな展開を見せるか、さよならとなるんでしょうか。さあ、ここでドラゴンズ代走を送ります。根尾がファーストランナーに入ります。
さあそして打席にはビシエドが入ります。まあしっかりいいところで回しましたね。さあチャンスが続き満塁の場面、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。まあここはクリーンアップですから最低ライトへ、さあバックホームするか、さあサヨナラのランナーがタッチアップ、ホームイン、ビシエドサヨナラの犠牲フライを見事決めました。なんという劇的な幕切れ、ドラゴンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。これで5連勝ということになります。西さん、最後の場面きっちりと勝負を決めてきましたね。はい、犠牲フライっていうのはね、意外と打つの難しいんですよね。しっかりよく打ったと思いますよ。これは素直にバッターを褒めたいと思いますね。勝ったドラゴンズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のタイガースですが惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。
プロ野球スピリッツ2019-2020年シーズン分。ご視聴ありがとう。よければ下のアイコンからチャンネル登録お願いします。あと動画配信は火曜日から日曜日午前6時30分から配信しています。ご視聴お疲れ様でした。